新規の方は90日間取引を停止できません。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンの八野誠でございます。今回は GCG アジアから新しい、ルールのアナウンスが出たということでお伝えしていこうと思います。で、新しいアカウントは90日間取引を停止できませんということで、詳細をね見ていきたいと思いますけれども、昨日ですね、公式発表ありました、MT4 の廃止に関する新しい規則ということで、 GCG の愛する家族の皆さん、ご注意ください。最近私たちの会社は悪意のあるメンバーがいることを発見しました。彼らは50-50 の方法で新しいアカウントを登録し、単一の取引を開始する前に MT4 取引を中止することによって提供した利便性と利点を悪用しています。次に T+15 が設定した資金引き出しのルールを悪用して、わざわざキャッシュアウトを行い、我が社のキャッシュフローと業務を意図的に混乱させます。メンバーがさらに悪用するために、このトリックを使用することを避けるために、そして経営陣からの真剣な検討の後、2019年7月7日以降に登録されたメンバーは MT4 トランザクションを中止する前に90日間ロックされることにしました。部分的、全体的、この基準を満たす人は MT4 取引を自由に中止でき、すべてのクレジットは65日後に収入ウォレットに入金されます。その後、通常の T+15 に従って撤退できます。この発表は2019年7月7日以降に新規登録したすべてのユーザーを対象としています。ありがとうございました。ということでですね、これが昨日ね、10月8日に、公式発表が出たんですけれども、まあ、90日間ロックされるということで、ね、10月8日から遡って7月7日、90日間、7月7日。なので、この90日間ロックっていうのはもう、すべてのメンバーに適用されますと。で、90日間ロックなので、10月8日から遡ること、90日っていうと、まあ、7月7日くらいなんですかね。なので、7月7日に、登録した人は、もう90日経ってるんで、ね、このルールは、適用されないというか、90日経ってるんで、もういつでも、60日後にインカムウォレットへの移動を申請できますということですね。はい。で、こうね、文字だけだと分かりにくいかなと思って、ちょっと図にしてみました。はい。こういうことだと思ってます。はい。まずね、入金しますと。例えば、明日からね、10月10日から、GCG アジア始めようということで入金しますと。そうすると自動的に90日間はロックされて、もう取引を停止できない。要は90日間もう自動的に、取引をしてくださいと。この間はもう、やめたいと思ってもやめれませんと。はい。で、3ヶ月経って1月10日ですね、来年の1月10日になったら、ここでもしね、やめたいと思ったら、まずね、元本をインカムウォレットに移動しないといけないんですよ。基本的に出金っていうのがインカムウォレットにないと出金できないというルールなので、まず、インカムウォレットに元本を移動しますと。で、この移動に60日間かかりますよと。はい。で、60日経って、3月10日ですね。3月10日になって、やっとインカムウォレットに、元本が移動されるので、そこで初めて、出金申請ができますと。で、出金申請して、まあ、15日ごと。で、この15日っていうのは、マレーシアの平日なので、まあ、15日と5つ、約3週間ですね。3週間、祝日が入ったりすると、プラスアルファになるんで、まあ、大体ね、3週間として3月31日に、やっと元本が返ってくるということで、まあ、トータルですね、元本引き出しまで、ね、この数字を見ると170日くらいは必要なんじゃないかということだと思います。はい。これまではね、この90日ルールっていうのがなかったので、まあ、
言っても2ヶ月ちょっと3ヶ月くらいだったんですけど、それにさらにね90日ルールが加わったので、もうこうなると半年くらいもう元本は返ってこないっていうことなんで、もうほとんどね、かけ捨てじゃないですけど、元本を入れて、まあ、元本戻すっていうよりは配当で、まあ、元本を回収してっていう感じですかね。はい。なのでね、ちょっと、まあ、これも一つの、延命策だと思うんですけれども、ね、どんどんこう、なんていうかね、条件が悪くなっていく感じですよね。だから、新規を、ね、たくさん獲得して、会員を増やしていかないといけないのに、新規に対してどんどんなんか、ね、ちょっとこう、魅力がなくなってきてるっていうのが、結構問題かなと。うん。まあ、既存のね、会員さんは、ね、こうやって、こういう対策をすることで、延命されてるっていうことで、まあ、ね、まあ、嬉しいこと、嬉しい話なのかもしれないですけど、ただね、逆に言うと、やっぱ新規がこれだと入りにくくなるんじゃないかなと。新規が入ってこないとね、結局、資金が回らないくなっちゃうので、そうなるともうね、結構厳しいのかなと思いますけれども、まあね、いろいろこう理由は言ってますけどね、この50/50の方法で、混乱させるということを言ってますけれども、どうなんですかね、そこがちょっと本当なのか、まあ、適当にね、理由作って、90日ルールを作ったのかというところは分かりませんけれども、いずれにしてもね、新規の方にはちょっと、魅力が下がるかなとね。で、ね、最近その GCGI 以外にも、結構やっぱりね、魅力的な、似たような、案件ってあるので、まあ、こうなってくると結構、その競争も激しいっていうかね、わざわざ、ね、170日、元本引き出せない投資に入れて、ね、リスクを負うのか、ね、もうちょっとこう、緩いっていうか、引き出しがしやすい投資って考えると、やっぱりね、そう、他と比べられちゃうと、ちょっと魅力がやっぱり落ちますよね。大丈夫ですかね。ということなので、はい。まあね、どうなんですかね。ちょっとこれ見るとやっぱりね、入ろうかなってやっぱ思えないし、なんかおすすめもできないですよね。元本、ほぼ半年引き出せないんだよ、なんて言ったら、ちょっとやめとくわっていう風になるんじゃないですかね。この辺はどうなんですかね。はい。ということでね、今回、GCG アジアから新たに90日ロックルールというのが、発表されましたので、新規の方はそういったことも踏まえて、はい、ご検討お願いします。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。マルチインカムになるための情報をお伝えしていますので、こちらのアイコンをクリックしてください。